今日は海青山公園に来ています。海青山公園を一周してみたいと思います。すごい広い公園なんで、すごい広い公園なんでちょっと長回しになると思いますが、よろしくお願いします。こんな感じで海青山公園のど真ん中には大きな池があります。で、橋がかかってて、ここもなかなか景色がいいです。今日は晴れてて天気もすごいいいです。結構散歩してる人が平日の昼間ですけどいますね。後で行くんですけど、あの池の向こうには何ですかね、野外コンサートホールみたいなのがあります。あとこっちは今日は行かないんですけど、こっちに野球場とかもあったりして、結構本格的な何ですか、ライトとかもある野球場です。中見れるかな、ちょっと中見てみたいと思います。おお、見える。お、開いてますね。素晴らしい。球場の中入れました。写真撮っとこう。いいですね、いい感じですね。じゃあ戻ります。この前に見えるニコニコ子ども館っていうのは、あの子どものための室内遊び場みたいなところです。
肺炎みたいな。広いな。もうちょっと行ったら子供の公園があるんですけど、そこはなんていうか、結構大きなところで、すごい子供だったらめちゃめちゃ楽しいだろうなっていうか、一個すごい大きななんかタワーの、まあ、今から出てくるんですけど、タワーのネットみたいのがあるんですけど、結構高くて、あれ子供大丈夫っていうぐらいの高さなんで、なんかいいですね、そういう挑戦的な遊具は僕は好きです。よいしょ。公園見えてきました。ここ公園ですね。結構広い公園で、滑り台もなんか結構、なんていうんですか、あれは結構高い滑り台があります。よいしょ。で、見えますかね、僕がさっき言ってたのは、ちょっと奥の方に見える、なんですか、奥の方に見えるネットのやつなんですけど、赤色のやつなんですけど、結構高いっていう、10メートルぐらいありますね、多分10メートル以上あると思いますね。あれはなかなかすごい。で、どっち行こうかな。あ、こっち行こう。ここが今から見えてくるのが野外コンサート広場です。結構こっちの方まで子供の遊具があって、奥の方には機関車も見えます。確か機関車は乗れなかったはずなんですけど、一旦こっち行くか。コンサートホールです。屋外コンサートホールでなんかイベントとかで多分使ってるんだと思います。よいしょ。ここでこうちょっと見てみよう。おお、なかなかいいですね。歴史を感じる。で、ここを降りると、よいしょ。いい運動になる。機関車がありますね。よいしょ。危険ですが、中に入らないようにしましょうといった形で、機関車があります。よし。
ぐるっと回って、ここは何だろう、トイレか、トイレがあります。で、駐車場もこんな感じで完備されてるので、無料なんで午前9時から午後9時まで、結構遅くまでやってますね。無料で使える公園利用者駐車場があります。確かここだけじゃなくて3カ所ぐらいあるので、まあはい、自分の好きなところを使ってください。当たり前ですけどね。済生館野外音楽堂っていう名前でした、このコンサートホールは。なんで音楽メインでやってるみたいです。よし、ここがなんていうんですかね、開けたところに、開けた広場になってますけど、ここは何に使うんだろうな。なんかあれですかね、バザーとかそういうので、ここに出店みたいなのを並べてやれるような施設ですかね。もしくは音楽コンサートやってる時には臨時の駐車場になるのかもなとか思います。ちょっとわかんないんですけど、そういうのがあります。でちょっとよし、で最後じゃないですけど、あとここもすごいおしゃれなんでお伝えしておくと、よいしょ、見えますかね、よいしょ、前にあるのがその、なんていうんですかね、池のちょっと真ん中ら辺にちょっとしたスペースがあって、今見たらちょっとそこで凝ってる人がいるので、あんまり近くには行かないですが、あそこから見る景色も結構綺麗です。よし、でこれでやっと一周してきて、最初にいた開拓者の図群像っていう、なんていうんですかね、郡山を前に見えてきたのが開拓者の図群像という、郡山を開拓してくれた偉人たちのを称える像が、モニュメントがあります。ここ郡山はもともと水が不足してたんですかね。それを猪苗代湖からずっとその水を引いてきて、浅香疎水という水を引いてきて、それによってなんかより栄えたみたいな歴史があるそうで、まあ、それを浅香疎水を作った開拓者たちがメインで、祀られているメインでその、はい、モニュメントになっている、待ってます。はい、じゃあ開拓さん図群像まで来たので終わります。あとあそこになんか神社みたいなやつがございます。ちょっと詳細は知らないんですけど、また次回見れたらいいかなと思ってます。はい、失礼します。